私がお風呂に入るときにいつも湯船の中に必ず入れるのが塩です。でもうお風呂用なんで適当に本当に一つかみとか入れちゃう。これが正しいのかわからないけど、またいやーしまみれ、しまみれになっちゃった。しまみれ持ってるとこピッこれいつもこの一つかみくらい入れてお風呂入ってます。お塩入れると汗が出る気がする。で、まあ別にお得用だしそんなに特別なお塩とかではないんですけど、一応気にしてるのがこれ天日塩。天日塩、お塩って精製したお塩とそうじゃないお塩があると思うんですけど、こう天日塩、精製してない天日塩の方が成分的にいいかなと。お塩のもともとある栄養素、栄養素とお風呂でね吸収するわけじゃないんですけど、栄養素が抜けてないお塩を買うようにしてます。これはまあお風呂用だけど、とりあえず食べる時とかも特にこの辺が全然変わってきちゃうので、今度ぜひスーパーでお塩買う時は天日塩と普通のお塩で裏面比べてみてくださいこういうのいつも見てお買い物してます。私の妹ちゃんが高校1年生の時の私の誕生日にプレゼントしてくれたもう何年前って感じなんですけど、ずっとねすごいその誕生日プレゼントを妹にもらったのがすっごい嬉しくて、ずっと取っといてたの。これ見て、この巾着みたい、巾着じゃない、何？給食のナッキンみたいなって言葉が出てこない、かわいい。これで包んでくれた妹ちゃんにもらったラッシュです。もう全然使わずにずっと取っといてたけど、せっかくなので。見て、かわいくない？キラキララメのピンク。全然私こういう可愛らしい可愛らしい女子グッズにめちゃくちゃ疎いので全然知らないんだけど、可愛いマカロンバブルバーローズジャム。読めてるかしらこれ体がラメラメになっちゃうのかな。初めてラッシュ初めて使う。田舎者かってこれ入れたっていいのかな、怖いけど。あ、浮いてる、浮いてました。ということでお風呂に入りたいと思います。ないさっき入れたラッシュの、ピンクのローズのマカロンちゃんのお風呂に入ってます。このバスボムに触った肌が全部ピンクになってっちゃうはーい。でまあちょっとね、夜の今見たら分かると思うんですけど、私全身浴派です。女の子はよくダイエットでよく半身浴するよっていう子多いと思うんですけど、私結構体が冷えちゃうタイプなので、もう全身浴でしっかり全身温めるタイプです。これでだいたいなんか最低20分、ずっと通ってた整体の先生が、まあ、20分は入らないとその結局体の表面は温まるけど内側の内臓まで温まらないよって言ってたので、お風呂に入るときは20分は入るようにしてます。もうどんくらいだろう、週に2回は入りたいなっていう目標で、週に、まあ、3回入れたら上出来ですね。最近は全然週1とかでサボってましたでもさっきその塩、まあ、汗出すのと、まあ、汗出すのにせっかくだったらミネラルが多い天日塩の方がいいかなっていうお話をしたんですけど、あとは邪気払い、邪気払いなんていきなり YouTube で言い始めたら土地狂ったかと思われそうですけど、邪気払いとかは結構気にしてて、私邪気払い塩風呂って Google とか検索してもらうと多分出てくるんですけど、それもあってお塩入れてる感じですね。なんか自分のマイナスなエネルギーとかあんまり良くない、まあ負の
負の何でしょうね、感情物質物体、うーんマイナス、自分の中のマイナスな部分を払う意味でも、結構あの整体師さんとかヘアメイクさんとか、こう人と接することが多い仕事、私たちみたいなこう飲み屋さんもそうですけど、人と接することが多い仕事の方はこの塩風呂の除菌払いやる方多いって聞きます。その別に相手に悪意があるとかないとかじゃなくて、そういろんな人とね接してる人は結構やってみたらいいかも。結局アラジオとか天秤炎の方がいいっていう話を聞いたので、それもあったら使ってるかな。いろんな理由で天秤炎推しです雑、はい。で前の YouTube でさくらやみつきダイエットみたいなタイトルで、その、まあ、私なりのこうちょっと体型管理というか体を気にしてることとかを多分話したかと思うんですけど、その時は結構昆布と鶏の手羽から取ったお出汁の味噌汁がハマってて、まあ今もすごいハマっててよく食べるんですけど、でもそれをずっとあの時からもずっと続けてて、最近昆布も食べるようになりました何の話。そう、まあ、普通はお出汁取った後だから昆布って捨てちゃうものだと思うんですけど、イエーイそう、昆布を捨てずに栄養としても大事だし、なんかそのすごい胃にいいっていう話を聞いてね、まあ、あんまり胃に優しくないほどお酒を飲む生活をしてるので、でも昆布を食べるようにしてます。だからお出汁取って5分くらい煮た後で一回出して、一口サイズ、どのくらいだろう、こんくらい、2センチ角くらいで、他の例えば入れるお野菜、大根切ったのとか人参の一丁切りに近いサイズかな、そんな2センチもいかないかな、そしたらくらいのサイズに昆布も切って、またお野菜と一緒に煮て、お味噌汁として昆布も一緒に具として食べてます。で今買って使ってる昆布は富山県の会社なのかな、羅臼産の昆布を富山県の会社が多分製造してるとこなんですけど、こう昆布の厚みが結構しっかりしてるので本当にグッて感じで食べてますね。で皆さんがこうサプリをね好きな方とか結構飲むと思うんですけど、サプリを飲むみたいな感覚で、私的には栄養素を摂取するっていう感じのお家ではお食事が多いので、私的には栄養と健康を一番大事にしてるので昆布は食べてます。もう本当にお味噌汁飲むっていうよりは、お野菜、根菜の摂取と、まあ、昆布と、まあ、とにかく日本人は発酵食品が大事だと思って、私は発酵食品狂なので、お味噌を毎日少しずつでも摂取するべくお味噌汁を飲んでる感じですねちょっと健康オタクでした。暑くなっちゃったからちょっと足出してますヨガとか行ってた時も、もう誰よりも早くめちゃめちゃ汗だくになるっていう、超代謝がいいのかな、暑がりです。そうで、私例えば今の時期もそうだし、前からそのね、まあ、お友達とかお知り合いの方とかからちょっと体調が悪いとか熱が出たみたいな連絡が来た時に、いつもその個別でお伝えしてたことがあるんですけど、体調が良くなくてあんまり食欲ないのに、じゃあ例えばもう風邪を治さなきゃいけないから頑張ってご飯食べるっていう方が結構いるんですけど、体調悪くって食欲もないし元気がない時は、私は、お食事基本的にあんまり取らないことをおすすめします。まあその完全に私のっていうやり方なんですけど、体調が良くない時って体はやっぱその良くない、じゃあウイルスを出そうとか、まあその今ダメージ受けてる体を修復しようっていう方にエネルギーを使いたいのに、ご飯食べるとこう胃にじゃあ血液が持ってかれて、その体を修復するために例えば100あったはずのエネルギーが何十パーセントも胃に持ってかれちゃうんですよね。消化にエネルギーを奪われちゃうのってもったいないなって思ってて、体力回復するのに
まあ、水はねしっかり飲まないと、その血液ほとんど水分なので血液が回らないと、あの体の修復もできないので、お水はしっかり飲みながら、まあ、食べ物はねあんまり無理して食べないというか控えめに心がける方が私はいいんじゃないかなと思ってます。かな、元気になって、まあお腹が空いたなとか、なんか食べたいなと思った時って大体体が治ってきてる時なので、そういう時にこう胃に優しい、あの消化しやすい、胃に負担をかけない、エネルギーを取られづらい食べ物を選んで食べてるかなって感じですね。であとはやっぱ熱がある時は、まあ、暑かったり寒かったりすると思うんですけど、とにかくこう冬とか春とか夏とか関係なく、首にタオル、なんだろう、まあ、マフラーでもいいけど、マフラーはあんまり汗吸わないのでタオルの方がいいかな。タオル巻いて、でちゃんと手首、足首、首のつくところを全部ちゃんと温めて、で本当にもうモコモコにたくさん着て、お布団いっぱいかけて、汗しっかりかくくらいあったかくして、で汗かいたらちょっとまあ具合悪い時に大変だけど、その時にまた着替えてまたモコモコにして寝るっていう感じが、私は回復早いかなと思います。体がねせっかくその体調悪い時にそのマイナスな作用をしてるこうウイルスとか菌と戦ってる時に体温がね下がっちゃうと、戦う力が弱まっちゃうと思うので、まあ、基本的には普段から体温を上げる、基礎体温っていうのかな、普段の体温を上げる努力を一応したいなって私も思ってるんですけど、こう具合悪くなっちゃった時はもう外からも体温を上げるように努力した方がいいかなっていう感じです。だからもしこれで体調悪くなっちゃった時とかは、その今の、まあ本当に汗だくになるくらい暖かくちゃんとするっていうのと、まあ、無理して食べないっていうね、回復にエネルギーを全部注ぐように、あんまり無理して食べないっていうことをね思い出してもらえたらちょっと楽になるんじゃないかなと思いますです。しまいね、なんてお風呂の中でいろいろと考えてみました喋ってるだけの動画でした。休憩ちょっとしたので、もう10分くらいしっかり全身浴したらお風呂私も出たいと思います。みんなもしっかり全身温めて、免疫力上げて元気に一緒に元気に過ごしましょう。ね、ぜひチャンネル登録と、グッドボタン押してくれたら嬉しいです。よろしくお願いしますありがとうございました。